はい、どうもです。今回はですね、こちら、トサカハギっていう食材ですね。ということで、まずは他形状からご覧ください。さて、今日はですね、追い込み漁っていう漁に行ってきました。ちなみにこちらの漁、後継者不足で、今は日本だと、宮古島と、そして僕が住んでる沖永良部島でしかやられてないみたいです。ポイントについたら網を落としていくんですけど、多分ね、何やってるかわかんないと思うんで、少しだけ説明しますね。まずは浅瀬に網を張っていきます。この作業だけでボンベを丸々1本消費するかなり過酷な作業です。そして網を張り終わったら2本目のボンベを背負って魚を追いかけていきます。これが追い込み漁ですね。船から網を落とす作業はかなり幻想的です。網を落とし終わったら海底で網のポジショニングを直していきます。さて網を張り終わったので2本目のボンベを背負って追い込み漁にいざ出陣していきます。さて追い込み漁が始まりました。7人ぐらいで海に飛び込んで横一列になって追い込み棒で魚を追い込んでいきます。だいたい海底を 500m ほどでしょうか。全力疾走で魚を追い込んでいきます。これがね本当に大変で、僕はね時々しか行かないんで、毎回僕はね途中でうわこれは酸素足りなさすぎて死ぬんじゃないかみたいな気持ちになりながらね、追いかけています。僕はねやっぱりね YouTuber 兼業でパソコン作業とかで体がなまってるんですけど、漁師の人たちは半端ない体力。そんなこんなで動画では20秒ぐらいしか映らないんですけど、だいたい15分ぐらいひたすら泳いでます。さてようやく網を仕掛けた場所まで来ました。魚はかかっているのでしょうか。うっすらと魚が見えてきました。これは大量の予感。かかっていたのは色とりどりのブダイたち。網を引き上げるときに魚が暴れると網がねぐちゃぐちゃに絡んじゃうんで、海底でエラを切って弱らせていきます。水深は7メーターほど。海底には赤い光が届かないんで、このぐらいの深さで血抜きをすると血が黒っぽく見えるんですよ。ちなみに深ければ深いほど光は届かなくなるんで、水深30メーターぐらいで血抜きをするともはや赤かどうかもわからないんですよ。さて今血抜きしてるのは南洋ブダイ、島の高級魚です。フライにするとこれまた最高なんで、みんなねいつか食べてみて、マジでおすすめ。ちなみに水面からはこんな景色です。ちょっとグロいんですけど、生き物を食べるっていうことは何かの命を奪っていることなんだなということを再実感させられますね。さて全ての血抜きが終わったら海面に浮上していきます。さて浮上してきました。今度は網を引き上げていきます。もちろん機械はないので手作業で引き上げていきます。つまり腕力とスタミナの勝負です。やっぱりこういう自分の力で引き上げたりすると取れた時の感動もひとしおですよ。いや難しい。それでは気になる水中の映像も見ていきましょう。今回は本当に大量ですね。こんなにね南洋ブダイが取れたの初めてだったんで、かなりねテンション上がりました。まあ正直素潜りであんだけ苦労して取ってる南洋ブダイがこんな感じで取れるんやっていう、ちょっと複雑な気持ちはあります。海底では網から外れた魚が回収されていますね。さて網を引き上げたら今度は網からブダイたちを外していきます。これはねマジでむずい。しかも時々触ったら刺される魚が入ってるんで、もうねそれは絶望します。今外してるのは横島クロダイです。外せなくてイライラした表情してますね。さて戻ってきました。これは大量です。でこの中にはですね金額がつかない魚も結構いるんで、そういうのを除外していきます。ちなみに売れない魚は近所に配られたり、農業の肥料にされたり、漁の餌にされたりしてフル活用されてます。大量、ほら、あ、もういっぱいいる、ほら。そして今日は売れない魚のトサカハギをもらうことにしました。じゃあね、大量に取れたということで帰って料理しよっか。
ということで今日はトサカハギなんですけども、多分ね皆さん初めて見るんじゃないですか。基本的には売れないんで市場にね出回ることがないんですよ。うん、まあただなんかね農家がまあ肥料にするのか何なのか知らないんですけど使うんで、なんか一応ね売れはするんですけど、島では食用としては利用されてないね。俺の中で一番不細工だなって思ってる魚なんでね、早速観察していきましょうか。こんな感じです。すごいですよね。地球上の生き物とは思えないような形してますよね。ここにね変なおでこみたいなのがあるんですけど、なんかもうエイリアンみたいですよね。しかもさ、この背中がここ変にボコってなってるのもこれ奇形じゃないんですよ。シンプルにこういう形してるんですよ。ここもねすごく不気味ですよね。口もね本当にねホラー映画に出てきそうなすごいね奇妙な口してるんですよ。もうとにかくね奇妙な魚ですよね。でこれねまだちっちゃいですね。だいたい45センチぐらいだと思うんですけど、大きいやつはね60センチぐらいになる。もう一回りこんぐらいまでね大きくなったりするんですよ。結構大きくなるんですね。まあ、こいつの特徴としては鱗が退化してて、まあサメ肌みたいになってるんですね。ほらジョリッジョリなんですよ。もう本当にね硬い皮してます。拡大するとねちっちゃい鱗みたいなのがあるんですけど、これもね全部くっついてます。であと特徴的なのはここですね。尻尾にニザダイとかテンガーギみたいな感じでブレードみたいなのがついてるんですよ。これね普通に骨みたいに硬いです。捌くときに気をつけないとしっかり手切ります。まあ、トサカハギ捌くときは気をつけてください。はい、ということで今日はこちらの魚を刺身そして味噌汁、こちらの2品で食べていこうかなと思います。ということで早速調理していきましょう。いやどう捌いていきましょうかね。まずですね、普通の魚みたいに鱗がないんで鱗取りの作業はないです。普通魚って大体この辺に肛門があって、こうやってお腹に包丁を入れていつも内臓を出してから頭を落とすようにしてるんですけど、こいつね肛門がここにあるんですよ。ここなんで多分ね普通にこうやって頭を落としても内臓そんなに傷つけないと思うんで、そのままね頭を落としちゃいます。さて切っていきましょう。あ、切れん。ちょっと包丁が切れなくなりそうなんで、切れなくなってもいい包丁で切りますね。あ、内臓全然傷つけるわ。うん、全然傷つけた。皮がね、硬いですね、本当に。内臓を傷つけないようにしたいんですけど、あ、皮が切れる程度に力入れるともう内臓傷つけちゃいますね。ザクっていっちゃうんですよ。オッケー。そしたらですね、お腹を開いていきましょう。あれ、意外と臭くねえぞ、こいつ。夏に海藻を食べてる魚ってめちゃめちゃ臭いんですけど、そんな臭くない。すごいな、こんな真夏の今8月なんですけど、8月の時期でも内臓脂肪ちょっとだけ乗ってますね。冬にとったらとんでもないことになってるかもね。てか意外と海藻ってよりはなんか甲殻類を食べてるのかも。ちなみに植物はですね消化するのにすごい時間かかるんで、例えば魚食べてる魚って腸がそんな長くないんですけど、植物食べてる魚はねほらこんなね渦巻き状でめちゃめちゃ腸が長いんですよ。こんだけね時間かけないと多分消化できないんですよね。でただなんか植物以外が結構入ってるように見受けられる。あ、植物だ、海藻です。でこういう海藻系を食べてる魚ってめちゃめちゃ中身が臭いんですけど、なんかこの魚全然臭くない。なんでなんだろう。でこれ面白いのが、あー、ちょっと黒くて見えんな。一瞬だけめっちゃこれ開けるんで眩しいかもしれないです。中身を見せたいです。ちょっと真っ白になったと思うんですけど、こんな感じ。中身腸に押しつぶされて他の器官が押し入れられてるんですよ。これ肝臓ですね。ちょっと目が痛いかな、眩しい、大丈夫ですか。もう肝臓と腸しか入ってないじゃん。心臓とかどこにあるんだろう。あれ、心臓が見当たらない。心臓が見当たりません。いや臓器が少なすぎるな。なんかね多分これいろいろ臓器が欠如してるはず。トビウオとかも水面を飛ぶために体を軽くするために胃袋がなかったりするんですよ。こいつもなんか何かがないはず、多分ね予想です。はい、そしたらですね、ここ血合いを洗い流していきましょう。洗いにくいなこれ。洗いまーす。さて綺麗になりました。じゃあですね三枚おろしにしていきましょう。まあ、例によってね皮は硬いんで、これ皮の内側から切り込み入れていきます。 OK。 でこのイボがあるところなんですけど、これ邪魔なんでこれを切っちゃいます。硬て。じゃあ反対側、これもラッカーからね切っていきます。 OK。 じゃあ反対側もやっていきますか。そしたら包丁入れる場所を作ったんで、ここから下ろしていきます。うわ、意外と身が美味しそうだ。うわ、油すごいかも。反対側もやっていきましょうね。売れない魚って大体美味しくないんですけど、もしかしたらこれ美味しいかも。え、これ期待できるぞ。てか背骨高いな、何これ。違うのか、腹骨が、腹骨がここから始まってんのか。
ほら見て見て見て、ここ、この白いところ脂肪ですよ。すごいな、めちゃめちゃ脂乗ってるぞ。これちょっと冬にとったらとんでもない脂乗ってるじゃないのか。あとね、ここなんか骨があるんですよ。これ包丁が入っていかないんですけど、謎の骨があって何なんだろうね。はい、じゃあね、ここまで来たということでですね、匂いチェックしていきますか。いきますね。臭っ。もう臭っ。あ、しっかり臭いな。身が臭いぞ、全然。ほらー、ちょっと臭いな。多分刺身美味しくないぞ、これ。よし、刺身ともう一品唐揚げをね、追加しましょう。匂いを消せる料理で。はい、味噌汁とか唐揚げにすれば気にならないぐらいの匂いなのかなって思ってます。はい、唐揚げ追加しましょう。はい、それではですね、腹骨落としていきますか。腹骨がね、長いんですよ。あ、硬っ。びっくりするぐらい硬い。でもこの手の魚はもう一段階奥でまた違う角度でグリってなってるんで、一発じゃ腹骨落とせないんですよね。そして身もだいぶ削ってしまうという、もうそういう魚です。仕方ないです。で、ここやっぱり内臓に触れた部分は臭いんで、どうしても落とした方がいいんですよ。でも落としづらいですね。どうやって落としましょう。よし、落ちた。じゃあ次反対側。まあどうせ味噌汁になるんでね、多めに落としてもいいでしょう。で、そうしましたら、まあ味噌汁はアラを使っていくんで、腹骨を取ったついでに背骨もきれいにしていきましょう。これヒレのところはね、ちょっと匂いがあるんで取っていきます。あとチクチクして痛いですしね。ほら、ここ硬いの、背骨。さっき包丁入らないって言ったとこ硬っ。はい、じゃあアラが取れましたんで、このままね、味噌汁を作っていきましょう。今回の魚ちょっと匂いがあるんで、匂いを落としていきます。霜降りって作業をしていきます。セット。よし、じゃあやっていきましょう。これお湯にくぐらせます。表面だけ火が入るような感じでお湯にくぐらせていきます。はい、それでは霜降りが終わったところで味噌汁を作っていきましょうか。よいしょ。で、入れていきます。じゃあ料理酒を入れてアクを取っていきます。シャッカ。じゃあアクをすくっていきましょう。結構アク出るな。めっちゃ出てくるね。はい、じゃあアクを取り終わったんで味噌を溶いていきましょうか。今回はめちゃめちゃシンプルな味噌汁です。具材、魚のみ。あの野菜を買い忘れただけです。シンプルに。そう、めっちゃ魚の匂いする。はい、それでは2品目、唐揚げを作っていきます。もうこのまま皮を引いてしまいましょうか。まあ、皮が硬いんで下に行くっていうことはないでしょうね。それはそうでしょう、さすがにね。身はめちゃめちゃ美味しそうやな。ここにね、なんか謎の骨があるんですよ。これ切っときましょう、邪魔なんで。こんな場所に骨ある魚初めてです。そしたらですね、これ血合い骨を切っていきます。やばい、これとんでもない脂乗ってますよ。すごいな、これ真っ白、ギトギトやん。ではですね、唐揚げ用に切っていきましょう。切ります。じゃあですね、下味をつけていきましょう。まず生姜で、次に酒で、醤油で、これ混ぜて大体15分ぐらい置いていきます。もう魚ってかなり味がしみるの早いんで、1時間とかやるとね、結構辛くなっちゃうんで、そんぐらいで大丈夫です。はい、それでは15分経ちましたということで、片栗粉をつけて揚げていきましょう。袋の中でやるとね、洗い物が増えないんで、これ便利です。よし、入れていきましょう。オッケー。じゃあ油を入れていきます。よし、良さそうですね。さて、美味しいかなこの魚。今んとこ五分な感じがしてる。よし、もういいかな。
はい、それではラストで刺身切っていきましょう。で普通ね、魚ってお腹の部分が美味しいって言われてるんですけど、こういうね、ニザダイ系の魚ってお腹の部分に内臓の匂いが移っちゃってて、こっちが臭いんで、逆に背中側の部分の方が美味しいって言われてるんで、背中側の部分のを食べようかなと思います。はい、じゃあ切っていきましょう。うわぁ、切れ味悪くなりそう。はい、それでは皮を引いていきます。よし、オッケー。身はね、美味しそうなんだよね。ちょっとさっきだいぶ匂いがあったんで、ちょっとビビってます、正直。まあ、いや、切ってみましょうか。見た目はね、すごいいいんだけど、こっからでもちょっと匂うぐらい匂いがあるんですよね。そぎ作りもちょっと乗せまして、こんな感じで完成といきましょうかね。完成です。はい、それではね、できました。いただきます。さばいてる時にだいぶ臭かったんでちょっと怖いんですけども、いきましょうか。刺身からいきます。食べてみるか。ほう、うん、流し込みたい。やばい、まずいまずいです。はい、めちゃめちゃまずいですね。俺がシンプルにまずいっていうことはね、なかなかないと思うんですけど、シンプルにまずいですね。くせえ。まあ、なんか海藻を食べてる魚って基本的に夏場は臭いんで、まあ、もしかすると冬場は美味しいのかもしれない。冬場にまあまたリベンジしてもいいかもしれないね。うん、なんか魚の嫌な匂いを凝縮したような、すごく美味しくない魚でした。一応食べますけどね。噛まずに飲み込めばいいんだよ、この。うん、臭い。あのベロって先っぽの方が味蕾が多くて味を感じやすいんで、なるべく奥の方に入れ押し込んで食べる。そしてやっぱ匂いを嗅いじゃうと臭いんで、鼻の息をせずに、そして奥に突っ込んで食べる。そうすればね、臭い魚も攻略できます。うん、全然いける、余裕ですこはじゃあですね、こちらお味噌汁いきましょうか。最初にスープね。すげえ、魚の臭みが溶け出してる。こいつはとんでもないじゃじゃ馬だな。さ、ちょっと怖いな。うん、はあ、もうね、身がパサパサしてるし、臭いし、いいところないですね。じゃあま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 あ、ここまではですよ。ここまでは言うても素材の味を楽しむような料理ですよ。辛いよ。どんだけまずい魚でも揚げたら大体うまいよ。これは多分うまいはず。食べてみよう。いただきます。まあ普通やな別に美味しくもまずくもない。どっちかというとまずい寄りだけど、生姜とかあんだけ入れて、酒も入れて、匂いも抜いて、揚げてなお臭みが鼻を抜けてくるんですよ。おお、こいつはとんでもねえな。カメラ前にあげよう。美味しくない。パワハラですね、これは。ダメです、自分で食べますはい、それではごちそうさまでした。いや、ちょっとこれ今回食べきるのめちゃめちゃ大変だった。ちょっと気持ち悪いですということで、今回トサカハギね、食べてみたんですけど、まあ、なかなか俺がまずいっていうことないんですけど、俺にまずいって言わせるぐらいね、結構強烈な香りのある魚でした。これはもう取れた瞬間に血抜きして、内臓を取って、もう即日食べるぐらいじゃないとちょっときついのかなって思いましたね。結構な魚でした。はい、まあでもポテンシャルは悪くないかなと思ったんで、ちょっと冬はもし取れたらね、また挑戦してみようかなと思っております。ということで、オンラインサロンマサルの授業再生日記ではですね、僕が水産工場立ち上げまでの様子を週に 2,3 回本気の文章で書いております。結構面白いね、内容となっておりますので、ぜひぜひ覗きに来てみてください。ということで、最後までご視聴いただきありがとうございました。それでは。